おすすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ、とりあえず演劇ラジオ、パーソナリティの鎌様です。役年と前役の2人で話しています。パーソナリティの遠藤です。番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございます。はい、とりあえず演劇ラジオ第39回でございます。39といえば前役ですよ。40が翻訳ですよ。え、違うか、41が翻訳か。40が前役で、40が前役、うんうんうん、だからここは翻訳と前役と前役がいますよ。あ、これ内緒でしたか。いや別に隠してないよ。まあね、そんなおっさん3人でおっさんだってことはね、みんな分かって聞いてると思いますから。そうですね、どうやら俺らの年代じゃないよって言ってね、まあ、途中で聞くのやめてる人も多いと思いますし。うん、まあね、どうしても言うこと古くなっちゃうかな。しょうがないと思いますよ、だってそれしか知らないんだもん。ちょっとちょっと私やりたいことがあるんですけど。え、何ですか。はい、いきますよ。はい、かまぶくろオープン。何ですか。何それ。はい、説明します。はい、かまぶくろとはですね、かまぶくろが今出てきました。かま様が考えたトークテーマが入った紙袋、はい、略してかまぶくろでございます。マジックでかまとカタカナで書いてありますよ。メガネ市場の袋。いやいやいや、違います。これはかまぶくろです。これかまぶくろです。これかまぶくろです。なんかちょっといいですか。はい、あ、後ろにはひらがなでかまと書いてあります。そうですね、2箇所にもかまと書いてある。そうですね、さあ、えのくん、ちょっと早速1枚引いてみてください。中にね、なんだこの折った紙が。そうですね、何枚も入ってますよ。そうですね、ちょっと1枚試しに引いてみてください。この中から引けばいいですか。そうですね、じゃあこれでいきましょう。はいはい、1枚取りました。ででん、はい、開けてみてください。シフトの有給と休暇と。いや、裏。これ裏開いてない。え、好きなお菓子は？というふうにですね、トークテーマがあってるんですよ、これ。だから、はい、トークテーマに困ったらちょっとこの釜袋が登場するっていう。斬新。斬新かなこれ。あ、サイコロ転がすか袋から取り出すかですね。まあ、ガラガラポンみたいな出てくるやつですよね。そうですね、サイコロを振るのはちょっとまあ別の方がやってらっしゃいますけれど、映画の宣伝で来た俳優陣に聞く質問がないときに困ったらこれやるやつですよね。そう、あ、かま袋。そうですね、かま袋でございます。好きなお菓子は、好きなお菓子っていうテーマで、これから何かを喋るんですか。そうですね、遠藤くん、お菓子の方はなんか食べます。お菓子大好きです。お菓子大好きですか。お菓子大好きです。なんか好きなお菓子とかは、アーモンドフィッシュとか好きですね。今ここにあるやつですけれどもね。アーモンドフィッシュは今食べたいなと思って。ジャンルで言うとしょっぱいのですか、甘いのですか。あ、お菓子、まあね、いわゆるスイーツの甘いお菓子なのかということですよね。そうですね、まあしょっぱいのでもおせんべいとか。おせんべいね、サクサク食べる、それこそね、おつまみ系とかね、ありますけれども。カールとか好きですね。あ、カールね、あれね、なくなった。オーザックとか好きですね。そうそう、オーザックか、懐かしい。カール今ない。カール今、ですね、東日本には出回らなくなっちゃったのかな。あの生産されてる西日本方面しか販売してないっていうね。そうなんですね、さすが店長詳しいな。お菓子はいろいろありますよね、キノコの山、タケノコの里、はい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 、永遠のライバルっていうね、プロモーションもよくやってますよね。そうですね。ちょっと待って、ちょっと待って、かまぶくろもう一回引く。かまぶくろもう一回引く。これレジシナだから。夜間ジムと清掃係がありますけど、どれがいいですか。だからそれ裏紙だから、うちのシフトだよそれ。今ハマっているものは、うん、え、何にハマってるんですか今。いや、私ですか。私ね、今更ながらワンピース読んでまして。お、ワンピースワンピースにハマっておりますね。今どの辺ですか。今アラバスタ編が終わりまして、次空島編というのが結構最初の方ですね。本当最初の方ですよ。まあでも面白いですよね。うん、そうですね。で空島編が、
あって、うん、で、その時点でもうエースが出てきてるのね。あのルフィのお兄ちゃん出てきましたか。出てきました、うん、出てきました、でそのエースが死ぬのはあまりにも有名で、知ってるんですよ。そうそこは知ってるのよ。そこは知ってるんですね。知ってる、うん、で、そのもうそのアラバスタ編の時点でエースが出てきてて、そっからなんだルフィと出会ってどうつながってくんねんっつうのが今ものすごい楽しみなの。楽しみですね。遠藤君は今ハマってるものはありますか？僕はワンピース読みましたよ。ワンピース、うん、ちょうどね、ウソップが出てきたあたり。もっと古い、もっと前じゃん。私よりもっと前じゃないですかそれ。五巻とかそんなんじゃないそれ。例えばワンピース歌舞伎ってのもありましたね。ワンピース歌舞伎、歌舞伎でワンピースやるわけですよ。あ、歌舞伎で、歌舞伎の舞台で、なんか聞いたことあるな、あれですよ、半沢直樹で、出たあの歌舞伎役者がやってましたよね。おー、近いのせいだっけ。なんて伝えたっけ。なんだろうこのちぐはぐの会話。全然流れができてない、もういいか、準備不足で申し訳ない。もう本編行きましょうかね。ごめんなさい、あのかまぼくろの存在がちょっと困ったらまたこれ引いてもいいですか。困ったら引くか、他にどんなんだろう。いや戻さなくていい。だって同じ話題出たらどうすんだよ。これくらいのお弁当のふったにお便りお便りちょいと詰めて、ハッシュタグにおっぺふたつけて、もちさん、もちもち、ライドさん、はいはい、ゆうかさん、呼んだ、八分九分さん、踊りしましょう、ネタの滑ったくまさん、滑ってないわ、声のとったぐりんさんな、ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。はい、では本編なんですけれども、今回はですね、蜷川幸雄さんを紹介したいと思います。大物が来ましたね。そうですね、もう蜷川さんといえばもうダメ出しより先に灰皿が飛んでくるというね。かっこいいですね。もう厳しい演技指導で、有名な方なんですけれども、蜷川さんの、プロフィールですね、1935年、10月15日生まれですね。で、2016年の、5月12日に亡くなっております。80歳でしたね。で、日本の演出家でございますね。で、あと、映画監督もやられて、若い頃は、俳優の方もやられておりました。そうですね、まあ、演出家さんの多くはあの自分で脚本書いて自分で演出するっていう、まあ、方が多いんですけれども、あの蜷川さんはあの結構他の方の作品を演出することが多いですね。で、まあ、その演出する作品としては、まあ、日本の古典劇から、まあ、現代劇まで、それから、まあ、シェイクスピアの作品を、あの演出されたりするのもありますね。で、まあ、その演出方法が、まあ、斬新かつユニークということで、海外でも高い評価を受けておりまして、世界の蜷川と呼ばれている方ですね。あのちょっと余談ですけど、娘さんはあの写真家の蜷川美香さんでございますね。夢かもしれませんね。うん、そうですね、美香さんは本当に多方面で、活動されてますね。鮮やかな写真をですよね。そうですね、映画監督もやってね。あ、そうですね、映画監督もやられてますね。それでは、蜷川さんの生涯を、振り返っていきましょう。はい、はい、1935年埼玉県川口市の出身でございます。大学受験に失敗して、まあ、ちょっと進路に迷っていたところ、あの劇団聖杯という劇団にあの役者として、参加することになったそうですね。ほうほうほう。それがまあまあその演劇の世界に入ったきっかけでございます。で、まあ、あのしばらく若い頃は俳優業を続けていたんですけれども、1968年ですね、蜷川さんが33歳の時ですね、
聖杯を、対談して、現代人劇場という劇団を、結成いたします。これ聖杯を辞めて一緒に辞めていった役者さんたちで、作った劇団なんですけれども、まあ、一緒に辞めた役者さんの中には、蟹江慶三さんですとか、石橋蓮司さんですね、もいらっしゃいました。であと奥さんでもある真山智子さんも、この時一緒に辞めております。でまあこの現代人劇場っていうのは結構3年か4年かそこらで解散しちゃうんですよね。でここでですね、蜷川さんが路線変更しまして、現代人気劇場って要するにアングラ劇団で反社会的なことを結構やっていたんですけれども、もうここで、アングラはやめて、まあ有名作品の演出をしようということになりまして、でまあそのシェイクスピアですとか、エンターテインメント性の高い作品ですね、の演出を手掛けていくことになります。でまあ、この80年代の代表的な作品として、蜷川マクベスというのがあります。ですね、これは1980年に初演が行われまして、まあ、マクベスっていうのがシェイクスピアの作品なんですけれども、まあまあこれを蜷川さん風にアレンジして演出したのが蜷川マクベスですね。これがね面白いんですよ。舞台はまあまあそのシェイクスピアの作品ですから、イギリスが舞台なんですよね。で将軍マクベスが奥さんと共に、王様を暗殺し自分が王位につくっていう作品なんですけれども、蜷川さんはですね、舞台は日本にしまして、で、まあ、その将軍が主君を殺すっていう設定だけ使ってるんですよね。で全員その舞台で着物とか甲冑着てるんですよ。ただその人物だけがそのダンカン王とか、マクダフとか、その名前は洋風なんですよね。やっぱりそのちゃんとねシェイクスピアの筋は残してるんですよね。というかこれがですね、まあ国内外から高い評価を受けまして、まあこれが世界の蜷川と呼ばれるゆえんとなってる作品ですね。はい、私が見たのはシェイクスピアの夏の夜の夢を見たんですけど、あれは狂劇と一緒にやっている舞台でして、夏の夜の夢って妖精が出てくるんですけどね、その妖精役が狂劇ですぐトントン飛び跳ねるようなものをやりながら、一人の日本人の役者が同じ妖精役なんですけども、セリフを中心にやる。でその二人が妖精なんだけれども一つの人物で、不思議なすごい世界なんですよね。でもね、それこそもう着物みたいの着てみんな出てきて、狂劇の人は狂劇の格好をしてるんですけども、その説得力があって美しいんですよ。だからこれもありだなっていう。夏の夜の夢も確かシェイクスピアの作品ですよね。だからそれも西洋の劇だけどやっぱ着物着てるっていう。そうなんですよ。そうですよね。設定はどう考えてもおかしいのを、もうその演出の力で、もう演出の力って大きいと思いましたね。まあいいんじゃないみたいになってしまうっていうあ、でもそういうことかっていうのがね、あると思いますよね。そうですね、なるほどっていう、まあ、作り出す舞台はもうどれもこれも美しいっていうね。そうですね、圧倒的な迫力をやっぱ感じますね。そのやっぱ役者の出すエネルギーというのもあると思うんですけれども、それを極限まで引き出す演出方法はしてたと思います。そうですね、私もね、青の炎だったかな、蜷川幸雄監督の、見ましたよ映画。そうですか。すごい逆にびっくりしましたね、舞台の方を見てから映画見てあるもんで、いわゆるね、それはすごい少年がうちで抱えている炎がすごく静かな映像展開の中で語られるんですよ。でも舞台がすごい熱量を帯びたダイナミックなものだったもんですから、演出も、映像とのそのギャップにびっくりしちゃって、もう映像がすごい静かなんですよね。静かだからこそその少年がうちに秘めているその青い炎がね、どれだけ燃えているのかところをもしかしたら伝えたかったのかもしれないんですけども。なるほど、ね。もうなんていうんですかね、その蜷川演出を
こっちが理解できるだけの知識も、うん、脳も感性も必要だなと思って。ああ、そうですね。そうなんですよ、そうなんですよ。本当に蜷川さんって本当頭の回転が速くて頭のいい方なので。あ、そうだと思いますね。うん、そうですね。やっぱその見る方もそれなりの心構えがいい。そうなんですよ、そうなんですよ。そんな感じやな、うん。まあ、僕はまあその幸い夏の夜の夢を見たんだね。おう、あれはまあそのシェイクスピアの中でもすごい楽しくてね、面白い作品ですよ。ああ、そうかそうか。あれあれやな、妖精が出てくる。ああ、そうですそうですそうです。妖精、妖精パックだっけ。ああ、パック。ああ、パック。ああ、そうかそうか。僕がね、その夏の夜の夢がすごくやっぱ演劇をやる上できっかけとなった作品なんですよ。ああ、そうなの。そうなんですよ。というのは、もともと映画の中の劇中劇として出てきた作品なんですけれども、カルペディウム、今を生きるっていう、うん、ロビン・ウィリアムスの映画があるんですよね。あ、これはその学生たちが中心の、うん、イギリスの学校の話なんですけれども、うん、そこにある一人の先生がやってきて、うん、君たちは何を何のためにこと勉強してるのかっていうところを教えとくっていうところの舞台なんですけれども、その中で主人公の男の子が演劇を始めるんですよね。なぜ演劇かっていうところがね、うん、すごく気になってて、うん、でもその主人公はその演劇を通して、うん、自分を解放することができるんですよ。で、生きる喜びとか、うん、今を生きること、うん、生きるってこういうことだろうっていうところを、うん、その映画の中でわーっと見せつけるんですよ、うん、その時にやってた作品が、うん、シェイクスピアの夏の夜の夢。おで、まあ、その映画自体もすごく好きで、うん、だから映画の主人公がすごくハマった演劇ってどんなもんなんだろうと思って、うんうん、で僕は高校入った時に、うん、ちょっと元々映画研究部に入りたかったんですけど。ああ、そうなんや。そうなんですよ。でも映画研究部行ったら、うん、何にも活動してなくて、うん、誰もいないんですよ。はいはい、あれと思って、うん、そしてだいたいまあ高校の部活なんて4月頃入るじゃないですか。まあそうですね。でもなんか入りたいとこないしどうしようかななんてブラブラしてたんですけど、うん、ゴールデンウィークだから5月ですよね、うん、これが始まるか始まらないかの頃に、うん、演劇部の練習を見に来ませんかっていうチラシがありましてね。机のとこに配ったな。一人一枚一枚置いてたんじゃないかな机に、うん、でそれを見ましてね、うん、それで私遠藤なんですよ名前は。おいおいおい。で名簿順が後ろの大沢くんとアイフエオの誘いましてね、うん、部活練習室行ったんですよ、うん、練習を見に、うん、したらもうすごい熱量で足を上げて発声練習してるじゃないですか。でやがて場面稽古とか始まりましてね、うん、みんなすごい真剣なんですよ、うん、あーすごいなと思って、うん、かっこいいなと思って、うん、僕は映画から演劇に来たわけですよ。ああ、そうなんだ、ね、それが始まりで、なんか最初から演劇じゃなかったんだね。あ、もともと映画がすごく好きで、うん、もう中学の時ずっと映画見てましたから。あ、本当、なもんでその、うん、夏の夜の夢がね、うん、来るって言った時に、うん、その蜷川幸雄の演出の時に見に行ったんですよ。これはちょっとね、うん、見とかなきゃいけないなと思って、うん、蜷川幸雄もその時見たことなかったですし、はいはいはい、確かね、チケットが1万2000円とかするんですよね。おちょっと高かったですけど学生の私にとっては、うん、はい、でもちょっとね、蜷川幸雄も見たいし、うん、夏の夜の夢も見たいし、うん、ちょっとと思ってね、うん、泣きなしのお金を与えて行き上がってきたよね。おまあ感動しましたね。いや素晴らしかった。もうねおかしくて腹を抱えて笑うし、すごい幻想的な世界でもあるし、話の内容はさっぱり覚えてませんけどね。あ、でも、なんかすごいなんかこうな夏の夜のねなんか熱い夢に、ね、うん、なんか侵されてはっと終わったようなその、うん、最後ね火が一つずつ消えてって、うん、すっと現実に戻っていくんですけど、うん、熱ぼったい夏の記憶みたいなね。あ、本当に熱にうなされてるようなあの高揚感、うん、それがあの劇に割りましたね。あ、なる
いや素晴らしかったですね。あれよな、蜷川さんもあの笑える演出とかするんやね。いやめちゃめちゃすると思いますよ。いやまあお客さんもわいわい湧いてましたしね、ゲラゲラ笑ってましたね。まあで作品が作品だけにね、面白かったですね、なんか確かにね映像とかでチラチラ見るのは小難しいイメージがあるんですよね、でまあそういうの好きな人ももちろん いるでしょうけど、まあ、あので練習風景とかね、はいはい、もう本当灰皿が飛んでくるとか、そうですね、箱馬が投げつけられるとかね、本当にそういう感じだったらしいですからね。とりあえず演劇ラジオ10ホタル長さん、あの2016年に亡くなられてしまったんでね、はいはいはい、その演出を見ることができないというのはまあ本当に非常に残念なんですけれども、蜷川さんってやっぱその80年代から本当に亡くなる直前まで年に 5,6 本の舞台の演出を手掛けてるんですよね。その合間を縫って映画撮ったりとかもしてるわけですので、まあ本当に役者さんとかスタッフを含めてその影響を与えた人の人数はまあどれだけのものかっていうのが、ありますので、次回は影響を与えた数々の俳優さんの中から何人かピックアップしてご紹介したいと思います。はい、はい、どうもかまさまでございます。この音源はですね、本編よりだいぶ後の、2021年の、4月に、録音しております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、私かまさま一人でツイッターのハッシュタグ演劇ラジオですねで、いただきました番組の感想を紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、あやほうさん、あやほーアットただのポッドキャストリスナーさんからいただきました。2月11日にいただいております。今日聞いたポッドキャスト1ということで、いろんなポッドキャストの番組のハッシュタグ並んでる中に、演劇ラジオ入れていただきました。ありがとうございます。ハッシュタグ演劇ラジオ、蓄光テープバミってました、かっこ演劇部あるあるといただきました。ありがとうございます。これあれですね、演劇部あるあるを紹介した回のご感想ですね。まあ、あやほーさんもね、元演劇部ということでね、蓄光テープをバミるってね、これ本当にね、演劇部でしか使われない専門用語なんですけれども、ね、演劇部じゃない方は何のこっちゃって思うと思うんですけれどもね、よかったらね、あの演劇ラジオの過去回ですね、演劇部あるあるの回、聞いてみてください。それからあやほーさんですね、3月12日にも、聞いたポッドキャストその2ということで、演劇ラジオ入れていただいております。おいでさらに、4月の17日にも、今日聞いたポッドキャストその3ということで、演劇ラジオ入れていただいております。我々の番組ね、毎月10日に配信するんですけれども、あやほーさん配信されるともうすぐに聞いていただけるんですよね。ですぐに感想をこうやってつぶやいていただいております。本当にもうね、演劇ラジオの切り込み隊長あやほーさんですけれどもね、本当に、はい、いつもありがとうございました。はい、続きましてですね、鬼おろしさんからいただきました。2月14日にいただいております。3周年おめでとうございます。演劇部あるある月刊少女野崎くんを思い出しました。大学の時によく演劇部がトレーニングしてるのを見かけたので、体育会系なイメージありますね。大道具なども扱うから体力勝負なんだろうな。 CM いつもありがとうございますといただきました。ありがとうございます。36回で、無事演劇ラジオ3周年迎えることができました。ありがとうございます。月刊少女野崎くんって確か漫画ですよね。なんだっけ、私もねそんなにしっかり見たことがないのでちょっとあれなんですけれども、なんかキャラクターの誰かが演劇部に所属していて、舞台が高校なのかな。それで、なんだかんだで演劇の話が出てくるっていう話ですね、確かね。
大道具なども扱うから体力勝負なんだろうなということでね、まあそうですね、重たい大道具運ばなきゃいけないっていうのもあるんですけれども、まあやっぱり舞台上で1時間2時間演じ続けるっていうのはやっぱりね非常に体力を使うことですので、演劇部によってはやっぱりそのランニング 何キロ走ったりとか筋トレをやったりですとかね、そういう部もありますね。うちの部活もまあ例外なく腹筋背筋やりましたね。腕立てもやったかな。ね、CM いつもありがとうございますということで、いやいやこちらこそね、可愛らしい声がね、このおっさんの声の中に入るとね、やっぱり花がありますんでね、今後も、CM 使わせていただきたいと思います。はい、鬼おろしさんありがとうございました。はい、続きましてですね、あやなさんからいただいております。2月14日にいただきました。演劇ラジオ36回、3周年おめでとうございます。いつも楽しい配信ありがとうございます。これからも楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。はい、こちらも3周年のお祝いいただきましたね。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にいつも聞いていただきまして、いつもご感想ありがとうございます。で、あやなさんがですね、3月14日にも感想をいただいております。演劇ラジオ SET 接待懐かしいです。三宅さん、小倉さんのコント番組が初めてでした。岸谷さんの大河ドラマ郷の秀吉はかっこよかったですよね。再編集ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。こちらはですね、第34回で、SET、スーパーエキセントリックシアターですね、を紹介したんですけれども、私の声が全然聞こえなくてですね、これを再編集したのを3月に、配信したんですよね。岸谷五郎さんをそこでね、SET の元メンバーということで紹介したんですけれども、そう、岸谷さんのね、大河ドラマの郷の豊臣秀吉ね、すごい良かったんですよ。もし、見てないっていう方がいたらね、もうごめんなさい、全然調べてないんですけど、NHK の、過去配信で、見ることが、もしできましたら、他の方もぜひ見てみてください。はい、それからですね、あやなさんさらに、4月19日にも、ご感想いただいております。演劇ラジオ38、森光子さん、竹谷味噌の CM 知ってます。スマップ3人出てた時間ですよも見てましたし、懐かしいです。最後に素敵なお言葉、知らなかったですが、今後もそう思ってお気に入りに入れておいて、思い立った時聞かせていただこうと思います。鎌様様、遠藤さん、ありがとうございますといただきました。ありがとうございますね。え、竹谷味噌の CM 知ってますってことで、ほらほらね、遠藤くん聞いてますか？知ってるでしょ、有名なんですよ、竹谷味噌の CM。 ねえ、なんかそう、あの時遠藤くんとセイロボットくんが二人ともなんかポカーンとした顔して、知らない知らない言うてね、いやなんか私一人アウェイみたいな感じになっちゃったんですけれども、竹谷さんの CM 有名ですからね。最後の言葉ですね。そうですね、YouTube で森光子さんの動画を見てた時に、たまたま見つけたんですけれども、NHK のなんかね、確か5分ぐらいの番組で、ごめんなさい、まだ調べてないわ。まあ亡くなられた方の言葉を紹介するっていう番組だったかな。その動画がね、たまたま見つけまして、で、それを紹介させていただきました。あやなさんもね、よかったら、見てみてください。はい、あやなさん、ありがとうございました。はい、続きましてですね、サッパさんからいただきました。今日までに聞いたポッドキャストということで、たくさんの、ポッドキャストのハッシュタグが並んでる中に、演劇ラジオ入れていただきました。ありがとうございます。
で、サッパさんが、サッパさんが、ごめんなさい、ちょっと遡っちゃいますね。ごめんなさい。2月22日にも、今日聞いたポッドキャストということで、ハッシュタグ演劇ラジオですね、入れていただきました。ありがとうございます。続きまして、ワンダさんからいただきました。4月21日にいただいております。演劇ラジオ、森光子さんの人生、すごかったんだな。最初の二人のやりとり、よかったです。私もツイキャスお邪魔したい、といただきました。ありがとうございます。最初の二人のやりとり、はいはい、私がツイキャスを始めまして、遠藤くんにね、そのことを黙ってて、ちょっとびっくりさせようと思ったんですけれども、遠藤くんがね、私のツイキャスの予告を、ツイッターでしっかり見てて、で、遠藤くん知ってて、私がツイキャスやったことを。それで、私が逆にびっくりしたっていう、まあ、そんなやりとりがあったんですけれども、あれは、ちょっと私も気に入っております。面白いですね。で、私もツイキャスをお邪魔したいって、おっしゃられてるんですけれども、でね、ワンダさん、本当に私のツイキャスの方に来ていただきまして、本当にありがとうございます。まあまあ、ドライブキャスで、ドライブ中に、ツイキャスやったんですけれども、ワンダさん、メキシコに住んでらっしゃるんですけれども、向こうは夜の7時だか8時だかで仕事終わりでね、お疲れのところ、ツイキャスに来ていただきましたね。本当にありがとうございます。そうですね。で、ツイキャスは、この演劇ラジオ、カマ様、だから、ツイッターのアカウントと全く同じ名前で、やっておりますので、ご興味持たれた方は、私のツイキャスお越しください。よろしくお願いします。はい、ワンダさん、ありがとうございました。番組のご感想は以上ですね。今回も皆さんたくさんのご感想いただきまして、本当にありがとうございました。引き続きですね、番組の感想は、ツイッターのハッシュタグ演劇ラジオでお待ちしております。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。